商家とは江戸時代後期に誕生したとてもシンプルな生け花です。字のごとく植物の命であったり、植物が持つ本来の姿をそのまま表現した生け花が商家になります。商家は立花と同じように薬枝があります。芯、添え、体、この3つで構成されています。使用する植物も基本的には1種類から3種類までです。ではここで商家を拝見するポイントを3つ紹介したいと思います。まず一つ目のポイントは、数少なきは心ふかしです。これは江戸時代に書かれた花伝書に書かれております。池の坊では一輪の花を生かすために葉っぱや花を省略し空間を作っていきます。時として満開でたくさんのお花より一輪のお花が勝ることがあるのです。作者が枝葉を見極め省略した究極ともいえる美の世界をどうぞお楽しみください。二つ目のポイント、それは水際です。商家では器は大地として考えています。この大地から太陽に向かってぐんぐん伸びていく、その命の出発点が水際です。床の間で発展してきた商家には正面が決まっています。この水際が一本になるところを探してまっすぐ見える位置が作者の目線です。そこからゆっくり目線を上げていきましょう。そこには商家の絶妙な空間美を感じ取ることができるでしょう。3つ目のポイントですが、商家には一種池、二種池、三種池の3パターンがあります。使用されている植物の種類を見つけてみてください。こちらの作品は桶の一種池です。一種池は植物のあるがままの姿や性状を表した出生美を表現します。二種池は芯と添えに花がないときには鯛にその季節の小花を添え、対象美や景観美を表現します。三種池は海外の植物やバイオテクノロジーで誕生した植物なども自由に使いながら3種類の融合美を表現します。1977年にはより現代人の感覚で生きられる商家新風体が誕生しました。商家の持つ美観はそのままに、現代の住空間に合う凛とした商家新風体もぜひお楽しみください。